無敗で勝ち得た栄光の日本選手権、それは実に9年ぶりのことである。4連敗のジャイアンツと明暗をはっきり描き分けた10月29日夕暮れ迫る後楽園の土を、南海ナインはそれぞれどんな気持ちで踏みしめたことだろう。この日、負けるに負けられぬ一戦を前に、重苦しいジャイアンツのベンチの中で、エース藤田投手の表情も硬かった。南海も連投の杉浦を立て、すべてをこの一戦にかけた。長打を誇る打撃陣にも闘志がみなぎる。試合は3回表、ランナー一塁のチャンスが南海にやってきた。しかもバッターはベテラン杉山である。本球を投げた、インコーナー打ちました、ちょっと詰まりました、すぐセンターの前、センター上手で決めた、頑張って決めた、すぐ打たれました、センター全然1塁が2塁、2塁が3塁を回ります、スローボールが火を回しております、横ボールがショートになりました、ホームイン、南海3回の表、先制の1点を挙げました。その裏、ジャイアンツも杉浦の暴投でランナーが三塁に進んだ。しかしバッター土屋は杉浦懸命の力投の前にあえなくライトフライ。どうしてもここ一発が出ないジャイアンツ打線である。その上、7回ジャイアンツにとって魔の7回がやってきた。ランナー一二塁、バッター杉浦、前第2球を投げた、打ちました、三遊間抜いた、ヒット、三遊間抜きました、懸命にコーチとは両手を広げましてランナーを止めました、満塁。バッターはトップに帰って穴吹き、今度は第3球足上がって第3球投げた、打った、ショートの、ショートを掴んだ、バックホーム、ショートバンド落としました、ショートバンド落とした、ショートバンドで振り落としました、三塁から岡本ホームイン。続くは森下、第2球投げた、打ちました、センターフライ、センターライトより両手浅いところ、ライトが突っ込んだ、ライト掴んだ、ライト掴みました、ランナー三塁から懸命にホームイン、バックホーム高いだが、ランナーホームイン、ランナーホームイン。いよいよ大詰め、9回裏、ツーアウト、バッターは坂崎。第2球を投げました、直球、打ちました、セカンドゴロ、ウイニングボールは岡本から、岡本を作った、一塁投球、一塁、アウト、ウイニングボールを体を使いました、南海ホークス、5年目の悲願達成されました、マウンド上に全体が駆け寄っております、杉浦を抱きしめております。宿敵巨人打倒と初優勝、鶴岡監督の2つの悲願がやっと叶えられたのだ。中澤パ・リーグ会長も大変なご機嫌である。その夜、ファンに取り囲まれながら宿舎へ帰った一行はユニフォームのまま早速祝杯を挙げた。念願の優勝カップで味わう日本一の醍醐味。振りまかれるビールでびしょ濡れになりながら、鶴岡親分は満足そうだ。地元大阪へ、花吹雪と寒湖で迎えられた一行は車を連ねて華やかなパレードに繰り出した。御堂筋の黄色く色づいたイチョウ並木は南海ナインにとって男の花道と映ったに違いない。